今日はですね、100の業界から学ぶ多種多様の集客法セミナーということでお話しします。ちょっと3時間の枠で収まるかどうかちょっと自信ないんですけど、まあ、いろんな角度からの集客ということで、お話をしたいと思います。まず最初にですね、まあ、一般的に言われている話からちょっとしますけど、まあ、このようなですね、まあ、スマートフォンで集客するとか Facebook で集客するとか、まあ、このようなですね、まあ、横軸でいろんなセミナーもやってますし、そうですね、縦軸だとここの客単価を上げるためにどうすればいいかとか、お客さんの人数を増やすためにどうしたらいいかとか、リピートするためにどうしたらいいかとか、まあ、こういう縦ということ、いろんなセミナーをしているんですけど、まあ、今日は真ん中ですね、まあ、集客数を増やすっていうことでお話ししたいと思っています。で、まあ、僕はですね、この2冊出してるんですけど、こっちのって皆さん持ってますか？持ってます？持ってない？持ってた、ね、持ってます。じゃあ後で差し上げますね。これ、まあ、一応プレゼントしてるので、まあ、これには100の業界ということで、いろんな業界の成功事例ということを書いてるんですけど、まあ、これは淡々とですね、いろんな業界が100個ずら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 出てるだけなんですけど、今日はもうちょっと体系立ってお話ししたいと思っています。まずですね、最初にここにありますが、まあ、集客のその考え方なんですけど、まあ、どんなビジネスにおいても、まあ、集客がまず大事で、まあ、ホームページ、あと実店舗に来てもらうってこと。で、来てもらった人にリピートしてもらう。まあ、これをまあマーケティングとか言ったりしますが、そしてこれがうまくいくと今度はマネージメントの問題が出てきて、まあ、人の問題とお金の問題ですね、が出てくると。で、最後はまあブランディングって言ってきましたが、まあ、ブランディングっていうのは簡単に言いますと、集客しなくてもリピートしなくても、人材のことで困らなくてもお金のことで困らなくても会社がうまくいく方法ということですね。勝手にお客さん来るし、勝手にリピートするし、どんどん働かせてくださいっていうし、どんどんお金を貸してあげますっていうしっていうのが、まあ、究極のブランディングということになるわけなんですが、まあ、その一番最初の今日は集客ということで、最初のステップですね、まあ、どんなビジネスにおいても、まあ、集客です。とにかく集客ですということで、お話ししたいと思います。はい。まあ、いつも出てくるものなんですけど、ここに書きました、まあ、ニーズボンツっていう話を、まあ、いつもしているんですが、先日ですね、これをちょっともうちょっと分かりやすく書こうということで、まあ、いわゆる悩みを解決する商品と、いうことで、ここ、まあ、ニーズっていうものがありますが、そして、さらなる上の欲求を目指す商品ということで、ボンツっていうものがあるわけなんですけど、まあ、ニーズは2つに分かれて、ウォンツも2つに分かれるということなんですけど、どう分かれるかっていうと、ニーズの方は、まあ、結局この悩んでる人を解決するためにお客さんが取る購買行動は、まあ、2つしかないということなんですね。で、1つは、探すということ。で、もう1つは、聞くということ。この2つしかない。なので、探すっていうことがさらに2つ分かれて、1つが電話帳で会社を探すっていうことを取るのか、検索エンジンですね、検索エンジンで探すのか、まあ、検索エンジンも今 Yahoo、Google だけじゃなくて、まあ、Twitter を使った検索とか Instagram を使った検索とかあるんですけど、まあ、検索っていうことがあります。で、今度聞くっていう方も、これも2つです。で、一つは、リアルですね。リアルで、人に聞くっていう話ですね。まあ、歯が痛いんだけど、お父さんとかお母さんとか友達に聞いたりするっていうこと。そして、もう一つの聞くが、SNS で聞くということ。まあ、これは SNS と、まあ、ネットの方で言えば、あと、いわゆる Q&A サイトという、まあ、Yahoo 知恵袋とか、教えてグーとか、こういうところで、困ってるんですけど、どうしたらいいですかみたいに聞くのもありますね。まあ、ネットで聞くのか、アナログで聞くのか、アナログで調べるのか、ネットで調べるのか、まあ、これしかないと。なので、その電話帳を探しているときに、検索しているときに、人に聞いているときに、SNS に、聞いているときにどうするかっていう話なんですけど、まあ、この2つは、この後いっぱい話しますけど、人に聞くっていうやつがあるんですね。歯が痛いときに、いい歯医者知らないって人に聞くやつを、どうやってこっち側が集客に使えばいいかってすごい難しいですよね。
あのその人に聞く相手が自分だったらうちの店がいいよって言えばいいんだけど、そうじゃないわけだから、まあ、世界中にね、あの70億人いるわけなんで誰に聞くかわからないわけだから、これ非常に難しいですよ。これどうするかっていうと、これの方法がいわゆる、漢字が書けませんが、啓蒙っていう洗脳ということです。つまり、マスメディアを使うことによって、どこどこ何々で困ったら何々だよ、チョコレートは明治みたいですね、チョコレートが欲しくなったら明治だよねっていうことはずっとこういうふうに、まあ、啓蒙って言ったり洗脳って言ったりすることによって植え付けているから、いざ困った時に明治がいいんじゃないの、どこどこがいいんじゃないのって言えるわけですね。そのために日頃どうやっていろんな不特定多数の人に、自分のお店がいいよっていうことを言い続けるかということが大事なんですけど、これめちゃくちゃお金かかりますね。なかなかできないです。まあやり方としてはそのような、テレビの CM をやるとか、そういう方法もあるし、まあお金をかけない方法では、まあ、テレビの CM ですね。お金をかけない方法ではプレスリリースみたいな形で、マスコミの方に自分の記事を取り上げてもらうってことを、まあ、頑張ってやっていくしかないということですね。で今度 SNS、Q&A っていうところにこれどうするかっていうと、これも結局同じなんですよね。ここの人たちにどうやって啓蒙していくかってことになるので、これをインターネットでするしかないので、まあ、これちょっと今日はあんまり話しませんけど、まあ、ディスプレイ広告とかバナー広告とかっていうものがあるんですけど、これあんまりなんていうか、ね、正しくないというか、あまりないですね。で Q&A サイトに、いわゆるなんていうんですかね、やらせというか、あの最近問題になっているのは、そのみんなが悩んで質問していることに対して業者が答えるっていうものがすごい多くなってますね。あの自分の会社の、でやったらいいよみたいに答えるものが今問題になってるんですけど、まあやり方としてはこういうものがあるよということですね。で、ウォンツ側の方ですね、より欲求を高めるために、商品サービスっていうものがあるわけなんですけど、このためにどうするかっていう方法もこれも2つしかなくて、見るっていう方法と押すっていう方法も2つしかないということに気づきました。で見るっていうのはこれもね、やっぱネットとリアルとかに分かれるわけなんですけど、見る場合は何を見てるかという話ですよね。何をお客さんが見ているときに自分の情報を見せるかっていうことに尽きるので、テレビを見てるんだったら、テレビにコマーシャルしなきゃいけないし、例えば街中歩いてるんだったら街中に看板出さなきゃいけないし、何がありますかね、まあ、例えば新聞に、まあ、新聞は違いますね、まあ、こういうみんなが見ているところに、まあ、あのラジオの CM もそうですね、まあ、みんなが見たりとか聞いたりしているときに、強制的に聞かせるっていう方法しかないんです。でこっち側インターネットの方は何があるかというと、ここがまあ一般的にはバナー広告と呼ばれるものと、ディスプレイ広告と呼ばれるものですね、まあ、ここと2回あって言うんですけどね、こっちの方が、まあ、どっちかというと欲求を満たす系の広告で、こっち側の方はどっちかというとブランディング系の広告、まあ、啓蒙専門系の広告っていうことでしょうかね、まあ、このようなバナー広告とディスプレイ広告っていうもので、まあ、強制的に、ブログを見てるときに横にバナーが出てくとか、何か楽天見てるときに、楽天なんて全部広告ですからね、楽天の時に広告出るとかっていう方法です。そして、この押すっていう方は、まあ、プッシュするですね、まあ、このプッシュ型なので、お客さんが、興味持っていないときにプッシュしなきゃいけない方法なので、まあ、これはもうチラシとか、ファックス、DM とか、テレアポとか、まあ、キャッチセールスとか、まあ、リアルでやるものっていうのはとにかくこういう何か、まあ、送りつけるっていうかですね、押すっていうものですね。でこれが、まあ、インターネットだと、メルマガとか、まあ、最近だと LINE アット使ったりするもので、まあ、無理やり強制的に見せるという方法があるわけなんですけど、でこの
押すっていう方に関して言えば、結局これをするためにこれをするために何が重要なのかっていうと、顧客リストというリストということですね。だから顧客リストをどうやって獲得するか、獲得しないと押せないということですね。で、上の方は顧客リストがいらないので、莫大な広告費がかかるという、まあ、本当に不特定多数の人に、まあ、提案しなきゃいけないので、広告費がかかるっていうんですね。で、かからないのはここですよね。この電話帳の広告、検索エンジンの広告っていうものはもう探してる人に、できるよっていうものなので、まあ、いわゆる、まあ、ここを、広告っていうふうによく言いますね。広告っていうのは広く告げる費用のことを言いますね。よくわからない人に広く告げるのにお金をかけましょうっていうのがここの広告のことで、ここに言う広告は実は広告じゃないんですね。ここは正確には、顧客獲得費、顧客獲得費ですね。お客さんをもう検索してる人に対して、探してる人に対して、顧客獲得費はいくら、1人当たりいくらなのかっていうふうに考えるのが、まあ、ここということで、まあ、こんな感じで分かれてるっていうことが分かって、まあ、ここももうちょっと分かりやすく書き直そうかなと思っているんですけど、まあ、この2つがあるということです。そしてもう1つ大事なのは、このニーズ型っていうものは困っているから元に戻すための商品なので、ここの困っている部分ですね、困っている部分を 100% 埋めることができれば、そしたらお客さんは大満足する。だけど 100% 解決しないで8割ぐらいしか埋まってなければ、不満が出てクレームが出るというものがニーズですよね。 100% 直してくれると困りますよね。8割型直したんじゃ2割直してないじゃんって怒られますよね。ということはですね、このニーズ型のものっていうのは元に戻すためにあるものなので、自分のお店がやろうがライバルのお店がやろうが形が同じだということですね。なので価格競争とかサービス合戦になりやすいということですね。一方でこっち側のウォンツと呼ばれるものは、提案次第だということですね。なのでここだと例えば こういう形があったとしたら、こういう形が素敵だねと思う人はその素敵だねっていうものを買うんだけど、いやそんなよりもここハートにした方が可愛いでしょって言って、ハート型の商品だったらハートの方がいいよねと思ったら、ハートを買うっていうことで、形は、プッシュ次第、提案次第っていうことで、になりますから、価格競争になりにくいということです。では、自分たちの扱っているものがこのニーズ型の商品だった場合、これでも価格競争にならないようにするにはどうしたらいいかというと、この上に、載せればいいと。まあ、ソフトクリームにしなさいということですね。そうすると、上に載っている分がいわゆる付加価値と呼ばれるもので、これは提案次第ですよね。こういうのがいいのか、なんかわかんないけど、こういうのがいいのか、ここは資格がいいのかっていうのは、あなたの悩みを直してあげますけど、プラスせっかくだからオプションでこんなんまでつけてあげますけど、どうですかっていうものは、他と差別化できるものですよね。それは形が違う。なので、このニーズ型の場合は、価格競争にならないようには、何か、悩みを解決するだけじゃなくて、どうやったら上に何か載せれるかっていうことを考えましょうということです。まあ、このような形で、まあ、全てはこのニーズボンズから始まってるって、僕必ずこれマーケティング最初の時に話しますけど、すごい重要で、まあ、ここから全て、集客の仕方っていうのが、まあ、これによってどうやってするかっていうことが、まあ、ここに全部出ちゃってるわけなんですけど、こういうふうに今から話をしていきます。はい、ということでですね、今回100の業界から学ぶ多種多様の集客法セミナーの教材の販売を開始します。冒頭の部分はですね、前置きの部分を、少しだけお見せしたんですが、まあ、この冒頭の、まあ、前置きが終わった後ですね、検索エンジンによる集客、ソーシャルメディアによる集客、マスメディアによる集客、アナログ媒体による集客、口コミと紹介による集客、この5つのテーマで、2時間35分のセミナー映像ですね、52ページ、そしてスカイプ相談1時間つけて5000円ということで、
販売しますので、ぜひですね、お申し込みいただければと思います。よろしくお願いします。バイバイ。買ってね。